は僕を見つめて、しっかりとバラードの曲をお届けするんですけれども、衣装替えの暇もなく連続で出てきているんですけれども、まあ、今日あれだね、1曲目2曲目ともに恋愛の曲をね歌ってますので、ぜひね聖の夜に好きな人を思い浮かべながら聴いていただければなと思うわけですよ。バジさんは誰を思い浮かべて歌ってるんですか？なんでバジさんは誰を思って歌ってるんですか？何を質問返せばいいのかな。お前の質問からでいい？誰を思い浮かべて歌ってるんですか？誰のことを思って誰のこと？あ、それはもうここにいる皆さんもね、おい失笑ええねん、そんなもう、いや、それ濁さないでごめんなさい、見えてるな。で、なんだっけ、クリスマスの予定だっけ？皆さんどんどんしてほしい。俺の質問は別にクリスマス予定あるよって人、スズのメンバー、はい、教師おらんやん、ほら、みんな予定ないみたいです。皆さんどうぞどうぞどうぞ、させてあげてください、こんな僕たちを。バラードちゃうんですからね空気温めちゃダメじゃん。眠れぬ夜は君のせいです。はい。静かに。